アカリコビトザメユプロートマイクロドザンティーデスキアは、鎧ザメ科に属するサメの一種。アカリコビトザメ属は一絵型である。大西洋南部と太平洋南東部の深海から4個体が得られている。小型で胸びれがパドル状になることと、覆面に青い生物発光液を放出する袋状器官を持つことが特徴である。生態はあまりわかっておらず、IUCN は、 保全状況を軽度懸念としている。最初の標本は1963年、ケープタウンのトロール船アラムによって採集され、新種と認定されるまでは、長鼻小人ザメとされていた。俗名、ユプロートマイクロードは、置き小人ザメに似ることに由来し、首相名ザンティーデスキーヤは、標本を採集したアラムの名が、オランダ海イの英名から来ていることに由来する。に基づいた。 系統解析では、本種は鎧ザメ化で最も規定的な種であるという結果が得られた。はっきりした化石記録はないが、暁新生前期に、ツノザメ類が中層へと適応放散する中で進化したと考えられる。また、本種とよく似た、ペイリアムイクロドアーシリーの葉化石が、ドイツのカ寒波に、安前期の地層から発見されている。トロール船により、 南アフリカの震度460の640メートルと、ウルグアイの震度200メートル近辺から1個体ずつ、チリのファンフェルナンデス諸島付近の海域で2個体が得られている。これらの記録から外洋域に生息すると推測されるが、網が引かれた海底付近に生息するのか、網を引き上げる途中で通過する中層に生息するのかは不明である。体は川平田市、側平たし、 長く丸いホットを大きく楕円形の目を持つ。口は大きく、上顎に29、下顎に34の歯列がある。上顎歯は小さく針状。下顎歯は大きく三角形で、基部は左右の歯と結合して連続した切断面を形成する。唇は厚く縁取られるが、ダルマザメのような吸盤状にはならない。エラ列は五体で大きく、後方のエラ列ほど大きくなる。 背びれは2機で丸く、トゲをかく。第1背びれは、第2背びれより小さく、胸びれと腹びれの中間付近に位置する。胸びれは大きく広がりパドル状になる。腹気は小さく、第2背びれに体ありする。尻びれはない。おひれ下たは大きく、長い乗用の先端には明瞭な血黒がある。皮は細かく重なり合わない。描皮皮は、中央の丸いくぼみから伸びる。 放射状の粒気線を持つ。背面は暗カ主色で、覆面は黒。ヒレの円は明色である。体には小さな発光器が散らばる。最初の個体は誤って成熟優とされたが、実際は未成熟メスで1 7 6トルの大きさ。二番目の個体は成熟優で4 1 6トルの大きさである。 その後、地リからは成熟したメスも見つかった。筋肉質で養生の胸びれからは、サメよりも銀ザメに似て、胸びれによって泳ぐ、または水中に漂うことが予想される。頑丈な顎と歯によって、比較的大型の獲物を襲うことが可能なようである。相配節口の前方には皮場を描いた袋状の溝があり、内部には多数の乳頭状突起が密に詰め込まれている。 この袋の入り口は川しびらで裏打ちされたスリットとなっており、生地には不明な気候によって青く輝く液体を放出する。他の鎧ザメ類と同じく無体盤生態性だと推測されている。小型であることと、おそらくその生息域から通常の漁業によって捕獲されることはない。IUCN は保全状況を情報不足としている。ありがとうございます。